これからちょっと整理しますけど、勉強部屋で新ネタ作りに忙しい君麻呂さん、無理にお願いしてみました。お年寄りのね、そうね、この間おじいちゃんに会いました。おじいちゃん、あの世ってさ、どういうところか知ってる？知ってます？あの世って。あの世行ったことないけどよ、あの世ね、まあいいところに決まってるだろう。なんでいいとこなんですか？バカ野郎お前、あの世から戻ってきたやつは一人もいないだろう。こういう話とかね、こういう話とかあなたが笑ってくれましたね。おじいちゃんの部屋に行ったらね、狭い部屋だった。訪ねて行ったら、息苦しいでしょう、こんな狭い部屋で一人で住んでたら。ねえ、狭いですね。バカ野郎、あと3年もしたらな、もっと狭いところに入るんじゃ。これはどうですか？いいですね。ああ、いいですか。おじいちゃんシリーズでね、やろうかなと思ってるんですけどね。おじいちゃん、この入れ歯はいつ入れるんですか？ああ、入れ歯か。これはな、歯を磨くときに入れるんだよ。ああ、そうですか。隣を見たらね、カツラが置いてありました。おお、カツラ。あ、もう一言と思いませんでした。おじいちゃん、このカツラはいつ被るんですか？おお、死ぬ前に被るんだよ。どうして死ぬ前に被るんですか？バカ野郎、お前。なあ、焼かれるときに頭をやけどするだろう。ね、あんたなんかわざと笑ってない？そう、おじいちゃん、あのさ、長生きの秘訣って何？長生きの秘訣か。そうだな、生きをすることを忘れないことだ。おじいちゃんの部屋にね、入ったら杖が置いてあった。おじいちゃん、この杖はいつ使うんですか？ああ、この杖か。この杖はな、もうこっちの杖がダメだから、この杖をついて俺はな、三途の川を泳いで渡れないから、泳げないんだ俺は。だから橋を渡るんだ、三途の橋をな。その時にこの杖をついてな、確実のあの世に行くんだよ。ああ、そうですか。おじいちゃん、いつまでも長生きしてくださいね。余計なお世話だよ。俺が何年生きようとお前には関係ねえだろ。こんな君麻呂漫談、果たして外国人にも通用するのでしょうか？そこで本人に直撃してみました。残念です、あんな顔に笑われて。面白いけど外国の人には分かんないでしょう。どうでしょうかね。いや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 。と、なぜか釣れない答え。そこで1億人の富士山が試みた君麻呂漫談同時通訳、一体どうなるのか。街はクリスマスムードが盛り上がってきてまいりましたね。さあ、君麻呂さんの漫談は海外でも通用するのかどうか。いや、大きなお世話じゃないですよ。講師のですね、こちらザ・リンク、このお店には外国人の皆さんがたくさん集まっていらっしゃるということですので、今日はアポイントなしでちょっとお邪魔したいと思います。あ、いらっしゃいますよ。じゃあちょっとお邪魔しちゃいましょうか。どうも、グッドイブニング。あ、いらっしゃいますよ。どうも、ハロー。あ、ハローじゃない、グッドイブニング。マイネームイズヒロミグラセ。ナイスミーチュー。 I'm a super MC。 Super MC? I'm an MC too, baby, from New York City。 Wow! なぜか受けている。 This is very famous comedian. Do you know? I don't know. Ah, really? Yeah, really. 皆さんご存知ない。 But I know the guy who goes Ayn or Getz. I know him. Getz. Ayn とか Getz は皆さん知ってらっしゃるそうです。 Ayn Getz に押されてはいけません。 君麻呂さん、どこまで漫談が通用するのか。私はここまでということで、ちょっと助っ人をお呼びしたいと思います。木下先生、お願いいたします。突然入ってきたこの男。 Well, let me introduce myself first. My name is Dr. Kaz Kinoshita. Dr. Kaz Kinoshita.